んこんばんは、かなかなです。今日のレッスンは皆さんにご好評いただいています、かなかなの楽譜集の中の解説の中からさらに詳しくレッスンしていきたいと思います。もちろんこの楽譜が手元になくても大丈夫、丁寧に説明していきますからね。それではレッスンスタート。この久石譲さんのサマーからレッスンしていきたいと思います。楽譜集が手元にある方は20ページを開けてください。今日はこの一番冒頭の1を解説していきたいと思います。早速解説を読みますね。24ページの1番、冒頭の左手、リラックスして柔らかく優しい気持ちで弾き始めましょう。このように書いてあります。今日の項目は他の曲でもとても大切になってくるトピックです。曲の始めは体も手も緊張し硬い音が出てしまうことがよくありませんか？練習の時はまだいいですが、本番の時ですよね。本番の1音目って本当に緊張するよね。本番の中には舞台の上に立って初めましてのピアノを弾かなくてはいけないこともあります。どうかいい音が出ますようにと祈るだけではなく、曲の始まりの1音目は慎重に計画的に音楽を始めてほしいのです。最初が気持ちよく入ることができれば、後の音楽の流れも自分自身の心もリラックスできて奏でたい音楽が響きます。普段の練習の時から1音目、音楽の始まりを大切にする癖をつけてほしいのです。さあ、どのようにすればいいか解説していきますね。このサマーの曲を始める前、頭の中であなたの弾きたいテンポで2小節ほど歌ってみるんです。初めの2小節でもいいんですが、メロディーが入ってから、あ、早すぎたとなってしまってはいけないので、メロディー部分をまず頭の中に流してテンポを決めてもらっても構いません。こんな感じです。この曲の場合、穏やかな夏の風景などを思い出しながら頭に流しましょう。リラックスしながらこのメロディーを思い浮かべるんです。そしてあなたの弾きたいテンポと表現で頭に流れたサマーのメロディー、それに合うように冒頭の左手を始めるのです。そうすれば思い通りに始めることができ、右手のメロディーも気持ちよく重ねて入ることができますよ。例えば何も考えずにすぐに始めてしまった場合、どのようなことが起きるでしょうか？先ほどもお話ししたように、テンポが定まらなくて右手のメロディーがうまく歌えない、最後まで体もカチカチになってしまう、右手も硬くなってしまう、また本番では最初がうまくいかないと後もずっと引きずってしまって頭の中が真っ白なまま演奏してしまうということもありますよね。このようなことになる前に、曲の始まる前は一呼吸置いてリラックスし、頭の中にメロディーを流し、イメージを膨らませ、どのように弾きたいか、どんな音で始めたいか、たっぷりと時間をとってもらって構いませんからね。
時間を取ってから弾き始めることが大切です。どんな曲でも曲の始まりはとっても大事です。今日から練習の時も1音目を奏でる前にしっかりと頭の中でメロディーを流してテンポ感を決めてイメージを膨らませて曲を奏でてみてくださいね。役に立ったよという方またコメントお待ちしております。それではまた来週土曜日に頑張れー。